I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, the Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。 え、混迷を極めております。パレスチナ情勢ですけれども、はい、地上侵攻もスタートしていて、もうどんどん,どん戦闘はね。ますますね激化する一方なんですけども、はい、何とか止められないのかということなんですが、現地の状況がどうなっているのか、まあ、パレスチナの今を今週、そして先週とですね。2週にわたって見つめております。今日も今年の夏までパレスチナ自治区ガザで活動していた国境なき医師団のメンバー松田孝之さんにお話を伺っております。現地に残って。いる メンバーからは電気が乏しく小さな診療所では発電機を動かす燃料も切れているという情報も入ってきているということなんですが今日はその辺りからお話を伺っておりますそういう,こう情報が入ってくると松田さんとしてはこう今どういうふうに受け止めてらっしゃいますかうーんそうですね始まっった時は、えー、っと ている時はでも、ちょっと精神的に今回つらかったですね。こちらのこの仕事している,いる以上、はい、まあ、どんなことも受け入れるつもりではやって、うん、受け入れる覚悟というか、そういう準備はしてたつもりだったんですけども、ええとはいえ、やっぱり半年間一緒に働いていたスタッフの状況を考えると、まあ、ただただ耐えてくれってずっと言ってました。とやっぱり 考えるとちょっときついですね。まあ、あの、想像ができてしまうので、うん、あの、逃げるところもない、避難するところも、まあ、人口密度的にも厳しいと。で、その上、水がやっぱり、そうですね、最後に連絡取れたのが先週の月曜日なんですけども、ええ、その時点で、ま食料はまあ、なんとか大丈夫。でももう水がきついって言ってたので、はあ ときつかったですね精神的にうんその想像できてしまう分そうですよね、うん、でスタッフがそういう状況ということはガザ地区にいる方はもっと困窮を極めているっていうことですよねですねどれだけその状況がおっけなけじさんのスタッフと、うん、そのそれではない えーと一般の方々との状況が違うのかはわからないんですけども、ええ、かなり過酷ではないかなと感じています、うん、あの最初に、まあ、ハマスから仕掛けた今回の戦争ではありますけども、うんまあ、イスラエルが圧倒的な軍事力でもって、またそこに対抗していってっていう状況ですが。 <laughs> 国境なき医師団としては、イスラエル側にどういうことを求めていますかまあ、えっ、ー、と、イスラエル側というよりは、えー、双方の戦争当事者に即時の、えー、攻撃の停止っていうものを、えー、国境なき医師団では求めています。で、私個人としても、もう最初からこれはずっと思ってました。 っていうのも、我々、医療活動を行っている団体なので、まあ、えっと、軍事評論家ではない。ので、まあ、そういったところの話はあんまりするべきではないのかなとは、個人的に思っていて。ただ、まあ、え1秒でも早い停戦っていうのも、やはり犠牲になっているほとんどが一般市民なので、 一般市民の命は守られるべきだと私も思っていますので、うん、そういった点を考えると本当に一秒でも早い停戦っていうものを主張しています。本当にその通りですよね。はいまあ、あとは、えっ、ー、と、最初にですね、まあ、軍事評論家とかそういった立場ではないと伝えたんですけども、ええ、でまあ、国際人道法というものがありますので、それにのっ取って一般市民の攻撃はもちろん、うん 病院施設であったり学校であったりっていう攻撃を即時に停止えー、と停止してほしいなというものを訴えております。あと国境なき医師団に所属して活動している方々は本当に常にこう背後に危険というものがあるような状況で活動されている方が多いと思うんですがそれでもこう続けよういう っていう思いの根っこにあるもの、原動力って、うん、松田さんの場合は何ですかはい、まあ、私の場合もですね、えーっと、人の命を救いたいっていうものが一番大きくあるので、うん、まあ私の経験談で申し訳ないんですけども、その5月の時、うん、えっとき、われわれも2日か半、えー、っと避難命令が出て、シェルター、 に缶詰状態だったんですね、ええ、でその時に一番感じたのがやっぱり活動をしたくて人を救いたくて現地に行ってるのにもかかわらず何もすることができないっていうのが一番つらいかったんですよ。<ー>でそれは私だけでなく周りの同僚も同じ気持ちでした。うん、なので、えー、と危険と隣り合わせで自分の命を守らなければ まあ救う命も救えないというのは、もうもちろん分かっているんですけども、それと同時に、現地にいて何もできないっていうのが一番辛いです。なので、今いるスタッフのほとんどが、そういうものと葛藤しているんではないかなと、私の経験から推測しております、うん。そうですよね。うん、とはいえ、やっぱり命あってこそだと思いますので、まずは身の安全をスタッフの皆さん確保して、うん、はい そして、できるぞってなった時の、やっぱり時に備えて、うん、医療行為ができるような状態が早く訪れるといいなと思います。うん、命あってこそですから。はい、もちろんそれは。でも、松田さんをはじめ国境なき医師団の方々に救われてる、支えられてる方々もたくさんいらっしゃると思いますので、これからも、あの、我々も本当、けながら応援していきたいと思っておりますので、本当に頑張ってください。はい、ありがとうございます。 松田さんにインタビューしたのが10月の、はい、え中旬ぐらいでしたかねえ24日ぐらいだったと思うんですけどもその数日後にはガザの方に入ってでその後地上侵攻が始まってでもやっぱり危険だということでまた別の場所に、えー、あの松田さんたちは移ったということなんですけどもいるのに 何もこの手助けがなかなかできないとかねもどかしいしう、ね、そういう思いでいらっしゃるということなんですでんただやっぱりその、やっぱり困っている人を救いたいっていうすごくシンプルな思いが根っこにあって活動されている方々が国境なき医師団をはじめまあいろんな、ね、日本の団体もいますし、はいろんな方々がいるんですけどただ、そのこうボランティアとしての,そのいろんなこう支援行為っていうのが水もなければ。 燃料もななないいしっていうるとできない状況で我々は遠く離れたところから支援をしようとして何か物資を送ろうとしても検問所のところでそう簡単に送れないような状況になってましてや燃料は入れさせないっていうようなことがあるともう本当何していいんだかっていう気持ちになってしまいますけども。 いや本当にもう1秒でも早く停戦をっておっしゃってましたがまさに本当に停戦をなんとかね,ううねえ国際社会としてもこう一致団結して呼びかけていきたいなと思いますね、えー、現地で医療支援などに従事する国境なき医師団のメンバーの松田孝之さんにお話を伺いました裏裏には裏があるる表ばかり見ていると 羨ましいし恨めしいいめなら見てみよう裏側を聞いてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送。 ポッドキャストでも同時配信しています